サンベルナール峠を越えるボナパルト左下にボナパルトのほか、ハンニバル・カール大帝の名がある。いずれもアルプス越えの戦勝。この他にも4枚同じ台の絵がある。ブリュッセルにあるダビットの墓ジャック・ルイ・ラビットはフランスの新古典主義の画家。18世紀後半から19世紀前半にかけてフランス史の激動期に活躍した新古典主義を代表する画家である。 1748年、フランスのパリに商人の子として生まれる。1757年の9歳の時に父親が決闘で殺害され、その後裕福なおじによって育てられる。ダビットが絵に興味を示し始めた時、彼のおじはロココ絵画の大家で、ダビットの母のいとこでもあるフランソワ・ブーシェのもとへ送る。しかし、当時50歳代だったブーシェは弟子を取っておらず、 詩人のジョゼフ・マリー・ビアンという画家を紹介し、ダビットは支持する。長い修行期間を経て、ダビットは1774年、アンティオコスト・ストラトニケで、当時の若手画家の登竜門であったローマ賞を得た。これは、ビアンに入門してから約10年後、26歳頃のことで、当時としては30歳頃が普通であり、少し早いデビューである。 しかしダビットは3年連続で落選したことを不服に思い、1772年にはハンガーストライキを行っている。この講義は教師がもう一度絵を描くようにと励ますまで2日半続いた。ローマ賞受賞者は国費でイタリア留学ができる制度になっており、ダビットも受賞の翌1775年よりイタリアへ留学した。同年、死のビアンは、 ローマのフランスアカデミーの委員長としてローマへ赴任したため、指定揃ってのローマ行きとなった。ダビットは1780年までの約5年間、イタリアでプッサン、カラバジョ、そしてカラッチなどの17世紀の巨匠の作品の研究に没頭する。こうしたイタリアでの研究を機に彼の作風は18世紀のフランス画壇を風靡したロココ色の強いものから、 新古典主義的な皇室の画風へと変わっていく。ルイ16世注文のホラティウス兄弟の誓いは王室から注文を受けて制作された最初の作品だが、サロンに出品された際に、同時代の画家がダビットこそ今年のサロンの真の勝利者であると述べたほど大きな評判を集め、ダビットの代表作の一つとなった。1789年、フランス革命が勃発するが、 この頃のダビッドはジャコバン党員として政治にも関与していた。旧憩場の誓いを描いているタバスティーユ牢獄襲撃事件にも加わっており、1792年には国民議会議員にもなっている。1793年には革命家、マラーの死を描いた、マラーの死を制作している。1794年にはロベスピエールに協力し、 最高存在の祭典の演出を担当、一時期国民公会議長も務めている。1793年までに芸術委員会のメンバーとして、ロベスピエールを通じて多くの権力を獲得したダビッドは事実上フランスの芸術の独裁者となり、また王立アカデミーを即座に廃止したことで、筆のロベスピエールとも呼ばれた。その後、ロベスピエールの失脚に伴い、 ダビッドの立場も危うくなり、一時投獄された。この時、自画像と唯一の風景画を残している。1795年の恩赦の後、ダビッドは、革命と政治に注いでいたエネルギーを若い画家へ、教えることに切り替え、何百人もの若手画家の指導に専念した。1797年に、ナポレオンをスケッチしているが肖像画を完成させるには、至らなかった。 1799年のナポレオンによる軍事クーデターの後、第一失政に就任した彼はダビットにフランスの勝利を記念する絵を複数枚描くように依頼する。また1800年にはレカミエ夫人による依頼で肖像画を依頼され、レカミエ夫人像を制作したが未知の理由で未完成のままに終わった。その後、ナポレオン・ボナパルトの庇護を受けて、 1804年にはナポレオンの首席画家に任命されている。縦6.1メートル、横9.3メートルの大作、ナポレオン一世の体冠式と皇妃、ジョゼフィーヌの体冠は1806年から1807年に描かれたものである。1808年、帝国における騎士、ダビットの釈位を与えられた。1815年のナポレオンの失脚後、 ダビットはまたも失脚し、1816年にブルセルへ亡命し、9年後の1825年に同地で時代に翻弄された77年の障害を終えた。ルイ16世の処刑に賛成票を投じたことが災いし、彼の遺体はフランスへの帰国を許されなかったが、心臓が現在、ペール・ラシェーズ墓地に埋葬されている。鈴木時子、画家。 ダビット小文社1991ピアニッシモ92から9 7ウィキメディアコモンズにはジャック・ルイ・ダビットに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。